皆さんこんにちは、リポーターの阿部裕二です。いろはすもも卒業のニュースから一夜明けた街の声をお届けしたいと思います。では早速行ってきます。あちらの自販機見てください。いろはすもも買ったんじゃないですかね。行ってみましょう。すいません、お話伺っていいですか。すいません、今お買いになったのはいろはすももですよね。いろはすももです。卒業するって知ってました？めちゃくちゃ好きだったんで、すごい残念ですね。知らなかったです。モモロスです。すごくショックです。じゃあ買えないんですか？もう買えなくなります。残念。お風呂上がりのほてった体にはモモが欠かせなかったから、すっごく寂しいです。お風呂上がりにモモですか？ほてった体にモモですか？ほっと一息にもぴったりだったんで。なるほど。ちょっとあちらの女性に聞いてみましょうか。すいません、すいません、すいません。はい、またか、またお父さん何して、うん、お父さん何しててんの？あんた何やってんの？私さ、桃がなくなっちゃうっていうから、もういろんなところ探し回って今買ってるところで。てかそれよりさ、さっきインタビューで、うん、なんか鼻の下伸ばして見てた見てた、うん、ちょっと、いやそんなつもりない、大丈夫？いや大丈夫あれね、そんなつもりないんだけども、俺ね仕事やってんのよ、だからね、まあ、というわけで皆さん一様に驚きは隠せないといった表情が印象的でした。一体なぜ卒業してしまうんでしょうか。謎は深まるばかりです。続報が入ればすぐに取材したいと思います。現場からは以上です。